山形県北部山形新幹線の終着駅がある新庄市。まずは観光案内所でコレうまグルメを聞いてみます。新庄は米がとっても美味しいので、米の匠みのりガーデンさんっていう日本最大のお米のコンクールで数々賞を取っている、はい、あの農家さんで、ぜひ食べていただきたいです250年以上続き、現在8代目が継いでいるという米農家さん。早速取材交渉してみると、旅サラダという番組でコレうまの旅をしてます、東と言います。あ、いつも見てます。本当ですか、はい、ですか。番組を見てくださっていました。すると、ちょうど新米稲刈り始まってて、うん、大丈夫です。あ、はい、本当ですか。はい、私も稲刈りしに行きます本当ですか。いいんですか。逆にいいですか。助かります。え、本当ですか。え、じゃあ全然お手伝いしに行きます。なんと稲刈りをさせていただけることに。まずはご自宅へ向かいます。ここなんですかね。なんです。あ、こんにちは。こんにちは。旅サラダの東と言います。夏目先生、あ、かわいい。こんにちは。主人から電話があって来るよって言う。そうなんです。本当に急にすいません。日本最大の品評会で優秀賞を受賞したお米です。コシヒカリ、いやすごい特別優秀賞受賞って。ツヤ、弾力、甘み、粘り気が強く、お弁当やおにぎりにしても美味しいお米なんだそう。通販もしているそうです。ちょうど今は新米の季節、田んぼへと連れて行っていただきます。本当にいいとこでした。ここが田んぼですか。そうです、山の田んぼです。いやもう絶景ですねあ、手袋する。主人です。ご主人です。おはようございます。奥にいらっしゃるの父です。お父様。よろしくお願いします。山の中腹にあるコシヒカリの田んぼ、風通しがよく甘くて美味しいお米が育つそうなんです。一部の稲はトラクターではなく手で刈ります。綺麗な稲を干して藁細工に使うそうなんです。食べる用ではなく、もちろん食べますよ。もちろん食べます。そう、脱穀してからその藁を使う。根気のいる大変な作業、微力ながら私も手伝わせていただきます。おー、取れました。上手です。力いらないですね、もう。うわ、はい、すごい。もうほら、こうやって綺麗だもん、青空に映える。貴重な体験をさせてもらってるな、ね、新米のコシヒカリ、炊きたてのお米をおにぎりにしてくれました。ほんと、お母さんが。お待たせしました。はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。最高でした。この畑で採れたものなんですか。そうです、田んぼと母の畑のものが。ありがとうございます。お母さん料理上手だったからこうなっちゃった幸せなことじゃないですかお母さんが愛情を注いで育てた野菜をたっぷり使った芋煮、お父さんが川で釣ったお魚、そして皆さんで育てた新米のおにぎりです。みんな畑のもの。いただきます。いただきます。じゃあもう早速おにぎりいいですか。いやもう、もう何にもいらないです。もうお米だけ本当に美味しい。感動しますね。こちらは自家製のお味噌が。もうコクが尋常じゃないです、はい、でも甘みもあって、うんうん、お米に合う。こんな綺麗な奥様が見えていただいた最高
食べ物の美味しさもそうですけど、それ以上になんか、ね、皆さんの人柄とか愛を感じます。最高だよ。さらにおすすめのお店も教えていただきました。キュリオさんっていうケーキ屋さんなんですけど、はいはいはい、昔から新庄市でスワンシューっていうあの白鳥の形をしたシュークリームがあって、皆さんお好きなんですか、うん、スワンシュー。美味しいね。何から何まで本当にありがとうございます。取材交渉の結果、わかりました。いいですか、本当ですか。はい、ありがとうございます。新庄市民が愛するスワンシュー気になります。ああここですね。わ突然かわいい。スワンシューはかつて地元の喫茶店で愛されていた幻のシュークリーム。15年前に惜しまれつつ閉店したその味をこちらのお店が復活させたんです。お待たせしました、スワンシューになります。かわいい。白鳥の形をしたシュークリーム、胴体はもちろん首や顔もシュークリームの生地で作り、カスタードと生クリームには隠し味でごま油が入っているんだそうです。うん、頭がいっちゃうとね。そう、生地は固めでサクサクしてるんです。中のカスタードすっごくこってりしてて、独特の重みっていうのがごま油のおかげで、ね、再現されてるんですね。これは全世代が好きなシュークリームだと思います。まだまだこれうまグルメを探します。のぼりを背負って歩いていると、おすすめあります。手持ちラーメンだと新春や新庄市のソウルフードと言われる手持ちラーメン。取材交渉の結果、はい、あの取材 OK です。本当ですか、はい、ありがとうございます。なんと3つの名前を持つお店なんだそうです。ここですね、新春屋。これ面白いですよ。朝6時半から営業してるんですけど、お昼と夜とで名前全部違うっていう。朝は煮干し、昼は鶏、夜は豚。ラーメンの消費量が全国1位の山形県。いろいろなラーメンを楽しんでもらおうと、朝昼晩で味を変えているんです。お昼にいただけるのが、お待たせしました、鶏もち中華です。はい、昔この地域ではお祝い事の際鶏を食べていて、そこで残ったもつをラーメンに入れたことから生まれたんです。鶏で出汁を取った醤油スープからいただきます。お出汁の旨味がもうめちゃくちゃ凝縮されていて、すっごくまろやかです。全粒粉の中太麺いただきます。つるつるした麺にしっかり醤油の出汁が絡みついてくれる。おいしい。そして鶏もつもいただきます。おー、ラーメンにもつが乗ってるのはちょっと私も初めて出会ったんですけど、コリンコリした食感がまた面白いです。鶏もつ最高。今回見つけたコレうまグルメ3つの中からプレゼントに選んだのはお米です。